はい、皆さんこんにちは、カッシーチャンネルのカッシーです。今日はですね、トイックの問題集でめちゃめちゃコスパのいい問題集を3つご紹介したいと思います。はい、でトイックってのは問題をたくさん解いていくことによってスコアも上がるし、あの知識もついてくるっていうものなんですけども、でトイックってのは僕のチャンネルでは公式問題集を必ず使うように推奨しています。その理由はトイック公開テストの内容っていうのはそのままトイックが出している公式問題集で問われているものが公開テストで本番で出るからですね。なのでもう基本的に8割9割は公式問題集を使って勉強してほしいと僕は思ってます。なんですけども、やっぱり公式問題集を勉強していく中でもやっぱり高いんですね、公式問題集っていうのは。一冊で3000円以上するんですよ。3200、300円ぐらいするんですね。で、しかも2問しか、2回分しか入ってないんですよ。なんで、やっぱりたまには違う問題集に手を出したい、コスパのいい、量の多い問題集を買ってみたいっていう方には今日はぜひおすすめの動画になってます。で、結論から言いました。この3つがおすすめです。はい。で、1つずつ解説していきたいと思います。で、1つ目は、僕は今これ持ってるんですけども、トイックテスト神経式性腺模試リーディングっていうシリーズの問題集です。これ1と2がありまして、これが一応2で1もあります。で、リーディングとリスニングに分かれて、つまり1と2があるんで、4種類出てるんですね。で、おすすめのようなのは、やっぱり後に出た2の方を、のリスニングとリーディングをやってほしいんですけども、で、これはリーディングの方ですね。リーディングの方で、これ500問入、リーディングだけの問題で500問入って約2000円。なんで、すごい安いですよね。500問、で、リーディングだけなんですけど、500問で2000円なんで、こんな分厚くて、しかもこれを出版してる会社っていうのは、ここに見える通り、ジャパンタイムズっていう、日本のニュースを英語で書いてる新聞の会社があるんですね、ジャパンタイムズって。そこが出してるんで、信頼できる発行源なんですね。なんで、これはおすすめですし、信頼も、中身的にも僕やってみて信頼できる内容、結構似てる、公式問題集と似てる内容でした。はい、これはおすすめですね。はい、で次がこちらです。はい、新メガ模試1200ボリューム2、これもボリューム1ボリューム2あって、おすすめはボリューム2の方です。で、これやばいですね、これかなりおすすめです。これ2500円ぐらいで1200問入ってますよ。6回分入ってます。なんでコスパ的にはおそらくこれ売ってる中で一番いいんじゃないかな、今トイックの問題集の中で。はい、6回分入って2400円ですよ。しかもリーディングもリスニングも入ってますから6回分入ってます。で、これは誰が どこが発行源かっていうと、これ韓国のキム・デギュンっていう、なんかすごい、韓国にすごいトイックで、すごいなんか達人みたいな人がいるらしいんですね。それがこの人で、その人がトイックマスターみたいな人がいて、その人が出してる、監修してる本なんで、かなり、信頼できる問題集になってると思います。で、中身もかなり問題公式に近い感じで、これ結構僕は重宝して何回もやって、出ましたね。その公式問題集を一通りやって、もうちょっと飽きちゃったなって時、違うちょっと問題に手出したいなって時はこれ結構やってました。しかもこれ結構分厚くて、しかも6回分も入ってるんで飽きが来ないんです、あんまり。なんでこれはおすすめですね。はい、で最後が、はい、こちら今手元にないんですけど、こちらです。トイックテスト文法問題出る専門ってやつですね。これはトイックのパート5ってあるんですけども、パート5の問題が専門文法で、いろんな文法問題として割り振れられていて専門入ってます。
で、これ2500円ぐらいなんで、まあ、ちょっと高めなんですけど、パート5が1000問入ってるんで、めちゃめちゃコスパはいいです。しかも、この著者は、この人も日本のトイックマスターみたいな人で、加藤さんって方なんですけども、すごい、この人あの、トイック金のフレーズとか金のセンテンスとか出している方で、この人のトイックマスターなんですね、日本の。で、この人が出してるんで、かなり信頼できる問題集になってますし、パート5っていうのはトイックでかなり重要なパートなんで、そこの文法をしっかり学べる、専門もできるっていう意味でコスパもいいですし、すごいおすすめの問題集になっております。はい。ということで今日は、トイックの公式問題集以外の問題集でコスパがいい問題集3つご紹介しました。これね、ぜひね、この3つは買って損はないと思います。はい。では今日の動画ご視聴ありがとうございました。何か英語関係の質問があれば、この動画でのコメント欄に何でも質問してください。また高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。今日の動画ご視聴ありがとうございました。